今目の前にある仕事と全然関係ないことをやってもいいんですけど、はいはいはい、まあ、そういうふうに捉えると起業の種がそこでできてくる可能性があるんですよね、はい。じゃあどうしたらいいですかね。その多分見てくれてる人たちは不安を感じるタイプで、その不安をどうやったら取れるんですかって思ってるじゃないですか。もしそうだとしたら、はい、多分僕の企業っていうのは全然多分参考にならないんですよ、はいはいはい。この後の話もありますけれども、僕も最初はねすごい勢いでいい感じでいったんだけど、はい、すぐに NTT の規制とか、ね、はい、会社はもう赤字以下、はい、倒産以下の状態になって、はい、まあ、そこから10年ぐらいになってますけども、はい、その時お金を何億ってお金を借りちゃったんですね、自宅を担保にして、はい、でこれが僕のその人生の一番まあ起点なわけなんですよ、はい、でこれずっと抱えて40歳ぐらいでずっとその大借金を抱えて生きてきたので、はい、それを抱えないことがとても大切ですよねっていうのが先生が経験された後に気づいたことですよね、うん、そうですそうです。で僕この話聞いてて、その3億の借金の話であったりとか家担保に取られたって話あって、それでも起業されるのはなんでかなっていうのを考えた時に、同じ失敗をするならしないですよね。でも起業してから借金抱えたわけです、ですもんね。でもその その後ってその後にまだでもやめようとは思わなかったわけじゃないですか、はいはいはい、それはまた別の理由がありますね。それは何なんですか。一度起業すると、はい、まあ、そもそも僕たちというのは楽天的なわけです、はい、で楽天的な中で全ての人生を自己決定するようになるんですよ、はい、起業する、はい、自己決定の喜びは何にも変えられないんですよ。確かに、はい、うん、自分の人生の選択肢が目の前にどんどん出てくるじゃないですか、はい、その選択肢に対して全部自分で決められるじゃないですか、はい、この喜びは何にも変えられないんですよ。はい、だから、まあ、内発的動機っていうのは自己決定から出てくる、うん、きますからね、はい、まあ、だから一度それを味わってしまうとダメなんですよね。普通だから起業してちょっとやっぱやめて就職しようっていう人ほとんどいないじゃないですか、うん、一回それを経験してしまうとってことですね。そうなんですよ。それで言うと、見てくれてる人たちも、僕はそれやったら小さい自己決定からスタートしていけばいいのかなっていうふうに思ったんですけど、うん、起業が一番いい人生じゃ必ずしもないと思うんですね。はい、みんなやっぱり自分に合った人生を生きていくのが一番いいかなと思います、はい、ただ今西岡さんが言われたように起業という選択肢もあるし、うん、昔と今が違うのは、僕の頃はやっぱり最初にお金がかなり必要だったんですね、うん、起業するためには、うん、インターネットもなかったし、はい、携帯電話もなかったし、でお金を最初に調達するということはリスクを抱えての起業になっちゃうわけですよね。今その必要はないんですよね、うん、僕幸せ支店のイノベーションの講義でも、はい、基本的にはもうお金ゼロで、うん、ゼロで起業するんだったらゼロで起業しようということで、まあ、プロトタイプとか最小機能製品っていうものを作っていくんですけど、それも1円もかけないで作ろうっていうことで作るんですよ。サービスを1円もかけないで作る、はい、そこにいかにクリエイティブに考えるかっていうのが、まあ、事業の一つのテーマですけど、はい、だからそういったこうお金をかけないっていうのが非常に重要なこと、あともう一つ今は副業ができますね、はい、非常にその副業がしやすい環境で、だからちっちゃく始められるわけですよ、うん、でちゃんとその仕事をしながらもお金をかけずに自分の好きなことをちっちゃく始めて、うん、でそれがだんだん育ってきたらそろそろいいかなと、はいはいはい、ね、セロトニンのトランスポーターが、はい、S 型の人も大丈夫なぐらい育ってきたら、はい、その時初めてこう選択をすればいいんじゃないかなと思います。はいはいはい、でも目を負ける時代になりましたよね。いやもう昔よりはどんどんチャレンジできる時代にあるから、その、まあ、僕らみたいなタイプじゃなくてもスタートは切れる時代にあると。そうですね。やし、でもその起業したいと思われてても起業を、しなくてもいいよっていう生き方もやっぱりあって、うん、やっぱり自分でそれをでも起業なんかほんま世の中に起業家たちがキラキラしてるからやっぱり目指してしまうけども、自分の中に不安があったりとかするならあえて無理してまで起業することないよっていうのも先生の考えとしてあるんですもんね。はい、はい、おっしゃる通りですね。そこを、どうやって判断したらいいんですか。自分は、起業はしない方がいいかなとか、その起業やっぱりでも行きたいなとかって自分で判断するのってなかなか難しいじゃないですか。モヤモヤしてる人たちがいっぱいいるんですけど、そういう人はですね、僕の幸せ視点のイノベーションを受
けるのが一番。あ、一番ですね。ってことはまず大学に入り、幸せの視点を取ってもらうっていう。そうですね。はい。そうするとですね、別に僕は起業進めないので、はい、ただ、もし起業したくなった時に、事業の育て方を自分元でお伝えしてるわけですね、はい。で、それも自分の好きなこと、まあ、自分がもうその一生のその目標にしたいこととか、はい、自分の本当に好きなことをベースに起業を考えていくっていうことをしますから、はい、まあ、そういったあのトレーニングをしていつでもできるようにしておくということ、はい、でそれからまあそういうことをやると多分したくなってくるんです、はい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 、でしたくなってきた時に別にお金が1円もかかんないし、はい、で会社に勤めながらできるんだったらいいじゃないですか。そうですね、うん、っていうことなんですよ。そこから始めればいいんですね。うん、そういう選択肢の方がいいと思う。先生もそうですもんね。一番最初に IBM にいながら、副業をしながら、うん、そっちが育ってきて、うん、で同等ぐらいになったから、うん、でその中で同等の中でどっちもお金どっち同じぐらい稼げてて、でどっちがワクワクするかその時に選んで、そっちの方がやっぱり自分で起業の方がワクワクしたから、うん、だったら皆さんもほんまにまずは自分の興味のあることをちょっとずつ、あの休みの土日使うとかして育てながらやっていきながら、ワクワクが上がってきたらそっち行けばいいし、上がれなかったらまたいいやってって今の仕事で頑張ったらいいしっていうことですもんね。そうですね。そうやったらできるんじゃないですかね。ぜひそれでちょっとやってもらいたいですね。無理しないでもいいです。無理しないで。僕したくなったタイミングでチャレンジすればいい。確かに。ただその素地をつけとくっていうのはいいことですよね。素地っていうのはその、まあ、気になることをちょっとずつやっといて、起業とか考えずにまずは興味本位でやって始めていけばいいんじゃないかってことですよね。そうですね。あの今目の前にある仕事と全然関係ないことをやってもいいんですけど、はい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 、多くの場合仕事って割とこう自分の中の意味付けによっては非常にその楽しいことになるんですよ、はい、目の前にあることをしなくちゃっていうふうに捉えるんじゃなくて、はい、意味付けを変えて今目の前にあることは自分を成長させるための素晴らしい困難がその課題なんだっていうふうに捉えて、うん、はい、まあ、そういうふうに捉えると目の前にあること自体がそれをどん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 良くしていくことが自己成長につながって、はい、企業の種がそこでできてくる可能性があるんですよね、はい、こうそういったことをなんとなく過ごすんじゃなくて毎日を充実して過ごすことがすごい大切かな。これって一番大事だと思うんですよね。本当に目の前にあることをどう意味付けするかによってそれだけで全てのものが勉強になるし全てが成長になるっていう、本当にどっからでも人ってなんか当たり前のように過ごしているところを改めて一回下がって考えて、これもこれもこれも勉強になるんだ、しかもそれが全部経営に役立つって考えたらめちゃくちゃ勉強になるやんっていう思うんですよね。あの企業のまあ一ついいところを挙げると、今西岡さんが言われた通り目の前に起きたことが自分で意味付けもうせざるを得ない状況だ、はい、そうですね、はい、あの普通の会社だと、まあ、ちょっと調子悪い時はペースを落とそうとか、はいろいろコントロールできる、起業してそういうわけにいかない。そうですね、落としたままそのままよくはならないですからね。で、はい、常にこう自己決定するような回数が増えますよね、はい、僕が起業したばっかりのことを思い出すと、あの起業する前と起業した後でなんか、ね、人生の濃さが10倍ぐらい変わった感じがあったんですよね、はいはい、そんなことありません？いや、めちゃくちゃあります。ありますよね、はい、だからすっごく濃くなることは間違いないんですね。その成功しようが失敗しようが今目の前の環境に対して全て自己選択できるっていう環境になることはおそらく、まあ、人間的なこう成長には一つ結びつくかもしれない。その濃さって結局その先生が今言ってくれてはった自己決定というか自己選択の数が濃さを一気に人に決定してもらってる人生と全部を自分で選ぶ人生、決める人生だと、その行動に対して決めた行動に対しての責任も全部負ってる、この回数が多ければ多いほど人生が濃くなるっていう、濃くなるっていうことですよね。そうなんです。すごく共感します。明らかに濃くなるじゃないですか。はい、でこれは多分やってみないと分かんないんですね。その どんだけ濃くなるかっていうのが、はい、だから、まあ、やってみたい人はやればいいんじゃないかなっていう感じがありますよね。まあその、
決定したくてしたわけじゃないこともいっぱいありますもんね。うんうん、そうですね。せざるを得ない状況に経営することによって、むしろそっちの方が圧倒的に、圧倒的にですね。自分の思い通りになることって非常に少ないじゃないですか。はい。人にしてもお金にしても思い通りにならないことの方がずっと多いですね。はい。でもその中でも決定していかなくちゃいけないです。はい。その人生を一度経験してしまうと、やっぱりこう1年間その、うん、自己決定の連続を経験した1年間を過ごして、後ろ振り向いて1年間を振り返った時に、うわえらい高い山まで登れるようになったな、うん、みたいな感覚ですよね。山が高いかどうかすごい濃かったし、はい、起業一度するとまた起業しちゃうんですよね。はい、元に戻らないんですよ、ね。はい、僕たちみたいなちょっとリスクバカみたいなそうなんですね、はい、まあ、そういう人は起業するけど、そうじゃない人はなかなか起業しないけど、はい、そうじゃない人もリスクすごく不安遺伝子持ってる人も、はい、一旦起業してそれを味わっちゃうと元に戻らなくなっちゃうんです、ね。そうなるとなんかリスクイコール自分を成長させてくれるもんだみたいなのがもう脳が覚えちゃってるじゃないですか。だからリスク来たら、うわこれ超えたら成長できるなっていう感覚が、そうですね、そういうふうにポジティブに捉えている方もいるだろうし、はい、そうじゃない方もいると思いますけれども、はい、いずれにしてもその時に何らかの喜びを感じてるんでしょうね。ですよね、うん、ただ僕は怖いのは借金に関してはすごくやっぱり臆病になるところがあるので、なってください、だっていや僕でもお金はみんなに言ってますから、お金は借りずにやってきたんですよ。うん、あ、素晴らしい。っていうか、一回最初は借りて、2,000〜3,000万借りてるんですけど、うん、それを返すのがもう、思った以上に、めんどくさいっていう表現あれですけど、銀行から借りてやってきたんですけど、あるんやったら借りる必要ないよねっていう、うん、で、そこからもう返済終わってからは、もう借りずにやるっていう方法をやってきたので、今無借金になってやってて、うん、もうストレス全くないんですよ。うん、辞めたいときに辞めれるし、攻めたいときに、そうなんですよね。だから理想で言うたら、借金せずにできると、もっとみんな気楽にできるんじゃないのかなと思うんですけど。借金っていうのは、まあ、一つはその、まあ、純粋なるリスクですから、まあ、そういった問題がありますけど、はい、もう一つすごく大きな問題があって、資金調達をする、まあ、銀行から調達したとして、はい、株、株主からね、調達した。株を買ってもらって調達した場合も、はい、いずれにしても一定期間で何らかの返済をしなきゃいけないんですよ、はい、銀行の場合は当たり前ですけど、はい、期限も完全に決まってるけど、ベンチャーキャピタルから例えばお金を入れたとしても、一定の期間である程度のところでエグジット、株をエグジットって言うんですけれども、まあ、一定の株価で何らかの売却をする必要性がせ、まあ、そうなんですね、あるわけですよ、はい、で、まあ、上場しちゃうか、はい、もしくは売却か、はい、まあ、できない会社もありますけど、はい、いずれにしてもそういう期間限定になっちゃうんですよ、はい、期間限定で例えば3年後に10億円の会社にしないといけないっていう制約がついちゃうんですよ、はい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 、そうなるとどうなるかっていうと、それまで幸せで楽しくてやってた、はい、それより大きい、それより重要な課題ができちゃうんですよ、はい、予算必達になってくるんです、はいはい、あ、そうなんですね。そうなんですよ。それは嫌ですね。視点からお金視点にどうしても変わってしまって、すごく管理志向になって、はい、数字を作らなくちゃいけないっていう感覚になりがちなので、はい、だから僕はお金はリスクのこともあるし、幸せ視点を貫くんであれば、お金は外からできる限り入れない方がいいと。じゃあなんか世の中のスタートアップで何億調達しましたって結構輝かしいじゃないですか。うん、あれはやめた方がいいっていう、まあ、人それぞれですから、ね、人それぞれの生き方ですけど、僕はしないです。幸せ視点で考えるとないですよね、まあ、して最初のところで30億して、はい、ループスでも6億して、はい、それまではやっぱりもう本当つらかったので、借金まみれですよ、ね、はい、その時にめちゃくちゃ本いっぱいいるんです、ね、あ、で救われたって人は僕の知り合いの経営者でもいます。はい、LINE アットで BBT 大学の教授による LINE アット限定動画を配信中です。詳しくは概要欄で、ビジネスの世界で成功するぞって人は LINE アットの登録もよろしくお願いします。今後も BBT 大学チャンネルでは、視聴者の方がビジネスの世界で輝けるきっかけとなるような動画を配信していきます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。